こんにちは。服とスノーボードの店、レイブン前橋の大輝です。今回はですね、レミーラの2024年春夏物から、こちらドルマンダボ8分シャツ、これのサンプルをお借りすることができましたので、これについて生地とかサイズ感とか作りとかの話をしていきたいと思います。生地がですね、今回はダンガリー、要は縦糸が白くて横糸に色がある織物なんですけど、よくわかんないですよね。確かに縦糸が白いっす。で、横糸が真っ黒じゃないんだな。なんでこのちょっとこうまばらな木っぽい色になってるんですけど、まあ要は薄手のなんかこう色味が深い感じの生地です。なんか複雑な感じするよな。で、デニムはこう横糸が白いんですよ。横糸が白くて縦糸がインディゴの糸なんで、それとちょっとこう逆になってるというか、こう薄手でなんかさらっと羽織れる感じの生地です。で、生地の色の雰囲気もいいと、そういう感じです。作りに関しては、まず表側がドルマンですね。まあ、ここに腕のこうアームホールとかに縫い目がないドルマンなんだけど、裏側はラグランと。これはね、こっから脇の下ら辺までにこうシュッと縫い目が走ってるんで、いわゆるラグランっぽい感じになっていると。ということは、あの下でも縫われてる。これもパーツが3個だ。ここからこう前に来て、ここも同じ一つのパーツですね。面白いなぁ。そして首元。首元がね、これ背面側を持って背面なんですけど、このね、後ろのとこ、ここで生地をつまんで襟っぽくしているという。あ、でもここは一応パーツが分かれているな。全部つまんでいるわけではなさそうなんだけど、面白いな。なんかあの、ちょっと前に出たあのモカカーデとかもこんな感じになってるんですけど、ここでね、つままれているんで、ここが薄いんですよ。この、ちょっとヘラヘラで分かりにくいですかね。こういう感じで、ここがボタンで、こう V っぽくなっているんですけど、この部分は生地がこう1枚になっているんですよね。なんだけど、このここら辺、この首の横ら辺からヒューってちょっとこう帯みたいになって、これがね、着た時にちょっと立つ襟というか、なんかね、それがすごいいいんですよ。要はここがこう帯みたいになってると、ここがピタってこうくっつきすぎちゃうんですけど、そこがライト、すごいライトで、なんだけど、ここのね、ここら辺からこう襟みたいにちょっと立ってくれるんで、立体感が出ると。ちょっとこれ着たらまた説明しますね。で、前立て部分、フロントのここですね。なんだこれは、面白いぞ。ああ、ボタンのね、ちゃんとこう前立てになっているんだ。この前立て部分、要はこの生地1枚に対してボタンをつけちゃうと弱くなってしまうので、そこはこう20以上にしたいんですよ。なんで普通のシャツとかだと、こうシューってこうまっすぐ前立てが入るんですけど、今回のね、これはウィーンってこう丸くつながっている感じに前立てがついていると。で、鈴木さんの説明にもあったんですけど、こうなってるんですよね。こう八の字みたいな感じ。これはあの鈴木さんのイメージで言うと、メビウスの輪だと。メビウスの輪とか作りましたよね、小学生の時。この紙を切ってこうクリッとして貼り付けると。そうするとこう、あれ、これ表なのかな、裏なのかなっていう。表をこうなぞってたと思ったら、くるっと裏側になっちゃうっていう不思議なね、あの輪が、あれをイメージしていると。表とか裏とかのその境界線がね、曖昧な感じ
なんかその曖昧な感じ鈴木さん好きですからね。そうか、そういう感じだが前立てにちょっとこうほんのり隠されていると。これはね、大っぴらにこれメビウスの輪なんだぜとか言うとちょっとかっこ悪いんで、心に秘めつつ、なんかこれ不思議だねって言われたら、なんかね、デザイナーがメビウスの輪を意識したみたいだよとか、そんぐらいの感じで覚えておいていただけたらと思います。で、ここですね、フロントの裾付近にはちょっとこう手を突っ込めるポケットがついていると。ちょっと着ちゃおうかな。はい、着てみました。こんな感じですね。僕が身長172センチ、52キロの体型で L ラージサイズを着るとこんな感じです。サンプルがね、L サイズしかないんで L を着ているんですけど、ジャストできるなら M、 ミディアムサイズかなっていうサイズ感ですかね。まあ、ちょっとゆとりがありますね。今度ここがちょっとこう切れ上がってますね。つまりは下に着た T シャツがここでこうチラッと見える感じ、いいんじゃないですかね。で、さっき言ったこのポケット、あ、深い、今回のポケット深いぞ。手をこうスポッと入れられる。で、しかも入れたらちょうどこの袖のね、袖のところらへんまでズボッと入る感じ。手を突っ込みたくなるポケットがついていると。で、まあ、ダボシャツみたいな雰囲気というか、こうサクッと着られる感じですね。シャツと言いつつ、まあ、カーディガンのような雰囲気があって、まあね、この襟とかないんで、まあ、こう T シャツとかタンクトップとかそういうやつの上にさらっと羽織ってもらうと、ね、T シャツだけだとちょっとカジュアルになっちゃうんで、そういう時におしゃれな感じというかにしてくれるかなと。で、今ね、下にコードドルマン七分を着ているんですよ。七分ティーだけどね、ギリギリ隠れますね。そうか、コードドルマン七分に対してこのシャツは八分なんで、隠れるですねだから七分に着ていただいても、ここから袖がペロッと出たりはしない感じの長さになっています。はい、でさっき言ったこの襟のこの立体感、分かりにくいですかね。ここがこう1枚なんでこうすっきりするんですよ、軽い感じというか。で、ここら辺からこう襟が出るんで、この後ろがちょっとこう立っているでしょ。ここのこの程よい立体感がね、これがなかなか他では見ない感じでいいなと思います。で、カラーがこれがホワイトモック、で、あとはこれがブルー。ちょっと画像だとめっちゃ明るくなっちゃってるかもしれないんですけど、ブルー、青い糸と白い糸、真っ白でもなさそうだけどの感じ、つるっとした青ではないですね。と、あともう一色がダークグレーがありますね。ホワイトモック、ブルー、ダークグレーの3色展開で出ます。あ、そんな感じですかね。こちらがね、一応今のところ5月下旬から6月上旬の入荷予定となっております。まあね、ちょっとレミーラは半月とか遅れることが多々あったり、場合によって1ヶ月とか遅れちゃったりするんですけど、これもね、ちょっとこう羽織系なんで、なるべく早めに入ってきてほしいなとは思っているんですけど、ご了承ください。そんな感じですかね。何かご不明な点などございましたら、お気軽にメールまたはコメントでご連絡ください。あと高評価とチャンネル登録もお願いします。そんな感じで、また。